赤嶺政権君。委員長。赤嶺君。日本共産党の赤嶺政権です。今回の事態を招いた大きな原因は、在日米軍基地での感染の急拡大です。沖縄でも山口、広島でも基地のクラスターが発生し、それが市中に広がったと見られています。昨年9月以降、米軍は出国前のPCR 検査を取りやめ、入国後も基地内を自由に動き回れる状態になっていました。政府は今、米国からの入国を禁止する措置を取っていますが、日米地位協定の下で、米軍関係者はその例外とされ、自由に入国を今日でもし続けております。基地からの入国なら、日本の検疫も免除されています。まずは、これ以上の感染拡大を防ぐために、日米間でしっかりと話し合って、少なくとも感染が収まるまでは、一般の米国人と同時に、米軍関係者の入国を停止すべきであると思いますが、いかがですか。山際国務大臣。これは先生ご案内のとおりですけれど、日米同盟の抑止力という観点から言っても、このアメリカ軍との関係というのはですね、我々は今言ったその入国を禁止するというような、そういう話とはちょっと違う観点からも考えなきゃいけないと思っておりまして、我が国の平和と安定を確保する上で、どうしても必要だと、このように私たちは考えております。委員長。赤嶺政権君。極めて残念な答弁です。岸田内閣の水際対策は、まさに米軍基地の自由の出入りから大穴が開いていたわけですよね。日本政府は米国からの入国を停止しているわけです。米軍関係者はそんなことをお構いなしに自由に入国をし続けております。これ、全く整合性がありません。日本政府の権限の下で、出入国管理と検疫を実施できるように、日米地位協定を改定すべきでありますが、同時に、今の地位協定の下でも、緊急的な措置として、日米間で合意すれば、入国を停止することができるはずであります。なぜそれをやらないんですか。米側に提起すべきだと思いますが、いかがですか。山際国務大臣。これは繰り返しになりますけれど、我々は国を守っていかなくてはいけない、その責務を負っていると考えております。日米同盟の抑止力というのは必要だというのが政府の判断でございますので、そこに関係することに関して、その毀損するようなことは判断しないということでございます。しかし、そのアメリカから入ってくる方々に関しては、先ほども申し上げましたように、向こうを出国するときにも、入ってきたときにも、その後5日過ぎたときにも、きちんと検査をしていただいて、さらに林大臣や岸大臣の方から総理の指示を受けてですね、そして外出の制限等々も含めて、日本の制度と整合的になるようにということで、要請をして、向こうもそれを受け入れて、そのようなオペレーションになりつつあるということでございますから、それに関しての問題はこれからなくなっていくものと考えております。委員長。赤嶺政権。大変情けない態度であると、今、感染拡大は米軍基地から始まっていると。その対策を取れない責任、政府の責任は重大だということを申し上げて、質問を終わります。これにて発言は終わりました。次回は来る13日木曜日、午前10時30分理事会、午前11時30分から委員会を開会をいたします。また、同日午前10時から商務小委員会、午前10時15分から図書館運営小委員会を開会をすることにいたします。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。